ジョン・オースティン・ジョン・オースティンは、イギリスの法哲学者である。シチリア島及びマルタ島で軍役に就いた後、法律の勉強に励んだ。1818 18年に英国弁護士会のメンバーとなったが、後に弁護士としての活動をやめ、法を科学的な手法に基づいて研究することに励み、1826年から1832年にかけてロンドン大学の法学教授となった。 王立委員会のメンバーとなる。著作、特にザプロビンスオブジュラスプルーデンスディターミンドとレクチャーズオンジュラスプルーデンスは英国の法哲学分野に大きな影響を与えている。オースティンの法哲学の基礎理論は以下の3点である。彼は法実証主義の創始者として知られている。彼は道徳と法を明確に区別しようとした。 ジェレミー・ベンサムの功利主義に大きく影響を受けている。オースティンは実証主義の手法を法哲学に持ち込んだ。つまり彼は法を主権者からの命令として認識し、その命令には罰則が付随すると考えた。彼は主権者の定義の中で常に社会が主権者に服従するものと考えた。この理論は主権についての問題を多く提起した。例えば、 複数名の議員からなる議会制は主権の独立性を失わせる可能性がある。彼の理論はまた憲法、国際法、罰則のない法、あるいは権利を付与する法についての説明を書いている。罰則がない、あるいは誰かに何かを許す法、例えば契約法であるとかについては、彼はルールに付随した事項の不履行によって実際に罰則が与えられるのだとしたが、そのような罰則は、 実際は契約の無効である。この理論によって彼は法を第一に誰かを支配する権力であると定義した。この定義は20世紀の法哲学者 H.L.A. ハートによって要求を暴力によって満たす西部劇のガンマンのようだと批判された。オースティンは20世紀の思想家たちに多くの影響を与えた。法実証主義はナチスドイツを生んだという誤解に対し、 法実証主義を徹底し、純粋法学を創始したハンスケルゼンや法と道徳の関係を分析し、20世紀のアメリカの法哲学に多大な影響を与えた HLA ハートらが彼を擁護した。ありがとうございます。